また漫画描いてんのかよ。学校まで来てやることそれって人生つまんなくねえの？せっかくの青春なんだからさ、もっと楽しめば。高校時代は今だけだよ。いや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 、こいつにそんな楽しい青春送れないっしょ。ちょっとつまんなそう。学校ってのは社会の縮図なんだよ。お前みたいに学校楽しめねえやつは社会に出ても底辺なの。かわいそうに。僕の名前は原だ。どこにでもいるオタクだ。友達もいなくて、趣味といえば漫画を描くことくらい。クラスの一軍からはいつもからかわれてる。僕だってこんな自分が情けないけど、顔だってキモいし、コミュニケーション能力のない負け犬の僕にはできることなんて何もない。お、ヒサメちゃんじゃん。可愛いよな、巨乳だし。彼氏いねえらしいし、俺そろそろ行こうかな。マジ？そんなにいいかな。原田くん、次私たちがペアの課題だね。プレゼンに使うイラストできた？うん、一応。じゃあ私の作った資料と合わせてみよっか。彼女の名前は久々さん。クラスの中でも可愛いと有名な女子で、僕にも普通に話しかけてくれる優しい子だ。ち、なんであんな奴が久々ちゃんと。ま、気にすんなよ。あんなのただのお情けだろ。あんなキモい奴のこと何とも思ってねえよ。そう、なんで僕が彼女と一緒にいるかというと、授業のプレゼン発表で一緒のペアになったからだ。彼女は僕に特別な感情なんて何もない。ん？どうしたの？いや、別に。かわいすぎるよ。その日の放課後。放課後残ってまで漫画描くとかオタク決め。何がそんなに楽しいの？やめてよ。なんで僕に構うの？僕は一人で漫画描いてるだけなのに。理由なんてねえよ。なんかムカつくんだよてめえは。でもしょうがねえよな。負け組のおめえは俺らのおもちゃにされてもよ。何やってるの？ヒサメちゃん。原田くんから手を離して。何？なんか文句あんの？原田くん嫌がってるじゃん。はあ、よかったな、助けてもらえて。行くぞ。わかった。大丈夫？うん。よかった。助けてくれてありがとう。はあ、じゃあまた学校で。また。今日のドキュンたちマジで無様だったな。ヒサメさんが来た途端ビビって逃げていって、あれは最高にスカッとしたな。ヒーローに助けてもらってめでたしめでたしってか。君は誰だっけ？影千代だよ。同じクラスの。さっき言ってたのってどういう意味？いや、お前はそれでいいのかなって。ステータスの高いやつに助けられて、それで一時スカッとして満足か？ヒサがいなくなったらまたバカにされんじゃねえの？それは。それに他人に助けてもらってお前は自信を持てんのか？ヒーローが来れるかどうかは所詮運だぜ。じゃあどうしろって言うんだよ。僕みたいな負け犬はヒーローに助けてもらうしかないんだ。それを期待して日々辛いことに耐えるしかないじゃないか。お前は負け犬なんかじゃねえ。かどうかはわかんねえけどよ、お前が負け犬じゃねえって証明できんのはお前だけだぜ。どういうこと？お前が何かで圧倒的な結果を出す。そうすりゃお前のことをバカにするやつなんていなくなる。いや、ちげえな。お前をバカにするやつらが負け惜しみを言うだけの惨めな負け犬になる。圧倒的な結果？そうだな。例えばお前の描いた漫画をネットで公開する。その漫画がネットで話題になる。そのままデビューして人気漫画家になんてこともあるかもしんねえ。そんな夢物語みたいな。夢物語で何が悪いんだ？それは。でも僕の漫画なんて、学校でも人気がない僕の漫画なんて世の中に受け入れられるわけないよ。学校は社会の縮図なんかじゃねえぞ。学校での価値なんて社会に出りゃほとんどクソだ。逆に社会で価値を発揮するもの、それは夢中になれるもん。俺はそう思うけどな。ぼ
僕、漫画でやり返したい。僕をバカにした奴らを見返したい。おう、一緒にやろうぜ。そっからは早かった。僕は漫画を描いて、影千代くんは SNS とかを駆使して僕の漫画を広げてくれた。バズるってほどじゃないけど、僕の漫画は今まででは考えられないくらいの人に読んでもらえるようになった。その後、影千代くんの案で漫画の続きを月額制の有料サイトに載せた。そうしたらお金が入ってきた。大金持ちとまではいかないけど、高校生にしたら大きなお金だ。そのことはだんだんクラスにも広まって、僕に話しかけてくれる人も増えてった。ちっ、あんなやつの何が。まあいいじゃん、漫画なんてオタクの趣味なんだからさ。そうだぜ、お前の方が顔もいいし勉強も運動もできる。でも社会では原田の方が価値が高い。あ？お前らは何者でもないけど、原田は立派な漫画家だ。それで金を稼いでる。お金が何なのよ。あいつに金を払ってる奴がいるってことは、そんだけの価値を見出してる人がいるってことだ。つまり社会に必要とされてんのはあいつの方だろ。だと？なあ、本当は羨ましかったんだろう。ああ？何かに夢中になれるあいつが、それで怖かったんだ。その夢中になっているものがいつか日の目を浴びることが。だから原田をいびって、夢中になれるもんを取り上げようとした。嫌な時代だよな。一芸がすぐにバズって有名になっちまう。お前らみたいな成功してる奴の悪口言うばっかで、自分では何もしない奴とは、どんどん差が開いちまう。くそが、俺の方がステータスが上なのに。ありがとう。影千代のおかげで僕の人生変わったよ。大げさだよ。俺がいなくてもいずれこうなってた。いや、僕は影千代がいなかったら踏み出せてなかったよ。あ、そうだ。君にもお金を払わなきゃね。サイトとかいろいろ準備してくれたし。いや。でも。その代わり、読ませてくれよ。お前の漫画。うん、もちろん。すごい、この漫画面白い。だろ、原田が描いたんだぜ。なんで影が自慢げ？見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。ねえ、これ恥ずかしい。